早く金貸せって後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。ごちゃごちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。なんだよおい、ヤクザじゃ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。お前ら、え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩きな。なんだと、ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。おら、相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。行くぞ。よし。勝ち逃げで海だ。そいつ使えないね。よろしく。社長さん、一緒にホテル行きましょう。おめえ、この辺りの店ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ、金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかみや街で遊んでアンテナ張らねえとな。この町でしのぐってのはそういうことさ。
可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうかそう思わねえとやってられねえだろう。なんだ今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。よかった。邪魔はするよ。フカヒレを食べるためだけに。そこは適当に合わせていってさ。会社欲しいな。どうやってあれだけのお嬢様を落としたんだよ。付き合いとかあるじゃん。海辺をドライブ。今何してんの？お前モテないだろ。さあ行くか。